はい、皆さんどうもこんにちは。打楽器の演奏家の島崎優斗です。今回ですね、あの太鼓の達人アンプに挑戦してみたいと思います。最初にめっちゃ練習しまくったあのカービィメドレーね、結構覚えてるんじゃないかなと思って、はい、よろしくお願いします。いや結構覚えたんだけどな。 OK、 レッツゴー、頑張れいやいや34回多分覚え間違えるな。タイミングは別に大丈夫そう。なんかでいいところとずっと悪いところっていうのがすごいはっきりしてる。あ、うん、タイミングじゃなくて、いやタイミングもかな。もう一回やってみます。あ、じゃあ式振ってドゥーティルティルティルティ。わかったわかった。アインザッツお願い。アインザッツ。めっちゃやりづらい。でもさっきより見て、ほら。え？なになに？お、ほら。20。あ、ね？うん、てかね、合図出してくれると、めっちゃやりやすいわ。今日の私の仕事だって。ドゥーディーってやりづらいじゃん。ドゥーディーディー、そう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 。合奏と一緒だな。もうこれでもう動画終わりでいいんじゃない？ダメかな？甘い。甘いよね。もうちょっとやってタイミングとか慣れたらもう一回覚え直すわ。すごい、こうやって行くぞーからの顔で曲を選ぶだもん。本当にあとちょっとなんだけどな。あとちょっと。テーブルに甘えてどうすんだよ。今日悪くないんだけどね。うん、でもね、明らかにね、あれなんだっけっていう箇所がね、まだこのデデデのとこね、あと3箇所ぐらいなんだよ。
さっとれ。これでもうグリーングリーンズ忘れてたりしてバカ野郎ってなるよ。そしたらあのね、練習したとこだけすげえ良くなってた。まただんだんなんか絶望感が。いや、いいんだけどな、いいんだけど。19! 負荷19! こうなりすぎないで、むずっとなんか気楽にやった方が意外とハマるかもよ。なんかもう今鬼の形相だからさ、ほんと顔に力がない、顔ダメだ、ダメだダメだ、ダメだ、ダメだ、もう全もう顔と演奏が全部リンクしてる、もう全部負荷、全部、いや負荷じゃないんだけど、カカ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 って感じになってるから。でも良かったのに、諦めない精神だよ。諦めたらそこで終わりなんだよ。はい顔どう？うん、なんかさっきより良かったんじゃないかな。一気にいったじゃん。何これおコンサートでアンコールもらった並みに嬉しい。今までで一番いいと思うけど、うん、終わろっかな。いけんじゃない、まだいけるよ。いったるいったる。調子乗っちゃう。あーって言ったとこだけでも8。もうね、分かってんだよ。どこがっていうのはね。そう、分かってるけど、アンプはしてるけど、とっさに出てこないから、うん、あとアウトプットの問題。今すげえ良かったのに。分かってたよね、今ね。すげえ良かったのに、途中まで良かったのに。うん。ダウン8。壁が現れた。いやね、200コンボとか聞こえるとね、おっってなっちゃう。ボイスでもね、あった方がね、動画の臨場感がね。そうだね。まあ、大体もう同じだね。ね、8。そうだよね。もう分かる。おお、後半のミス。うん。え？マジ？ゴー。いけそう。フルコンボ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 。やばい。期待に胸膨らんで止まらない。どう？
んで？なんで？今一箇所だけだったよね。でかい一箇所だけ。なんかね、あ、できたかも、できたかもって。もうじゃね、もうそれじゃね、300コンボって聞こえた瞬間、え、来た、来た、来た。ダメダメ、じゃねを持ってはいけないよ、もう。変な世界でも今。無心で、無心でやって。無心でやります。ちょっと待って。もう今無心じゃなかった、無心じゃなかったよ。邪念入ったな。もうちょいちょいじゃが出てた。じゃが出てた。負荷じゃなくてじゃ。じゃが出てた。諦めるなよ。だんだん悪くなってる。君に今足りないのは楽しむ心だよ。よし。あー、ケンちゃん楽しみすぎたかな。真面目にやるわ。まあそうよね、わかるよ。なかったら多分一生できてなかったと。感謝して。カービィメドレーアンプでフルコンボできました。さよなら。でも今そう行くかな行くかなと思って、でも今、ね、400コンボって聞いた瞬間のこの2人のこのやっぱ感じた空気の違いを。ピリピリってなって、ここで見せたらやばい、ここで見せたらやばい。もうその瞬間なんかすごい身が引き締まったもん。ね、でもこの引き締まった様子を見せたはいけないと思って。いっちゃんもね必死でねその感じ出さないようにしようっていうのを感じた。